イスメイクの各アイテムの役割だったりとか適量、塗り方、そしてうまくできているのかっていうのってどう確認すればいいのっていう確認方法まで皆さんにねお伝えしていきたいと思います。動きが多いパーツの周りはちょっと薄付きにしてあげた方がすごく綺麗な仕上がりになります。強い力でやってしまうとこっちにすごく映ってしまっていて、こんな感じで優しくつけてあげると透明感あるでしょ。こんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回はですね、これだけは覚えておいてほしいベースメイクの基礎完全攻略動画ということで、ベースメイク各アイテムの役割、塗り方、適量だったりとか、うまくできてるかってどういう風に自分で確認したらいいのっていうところまで解説していく動画になります。一般の方のベースメイクとプロの決定的な違いはここっていうところまでね、解説していきたいと思います。ベースメイクでお肌をナチュラルに綺麗に見せたいんだけれども、今の自分のベースメイクとかアイテム選びって果たして合ってるのかなっていう風に少しでもね思っている方はぜひぜひ見ていってください。ということで早速いきましょう。はい、それではすっぴんになって気合十分でやっていきたいと思います。まず一番初めはですね、ベースメイクをする意味について簡単にお話しします。ここすっごく重要なのでぜひ聞いていってください。で、皆さんね、ベースメイクをする意味って元からお肌を綺麗に見せたいっていう方がほとんどですよね。元からお肌が綺麗風というかね、はい、つまりこの元からっていうのをどう表現できるかっていうのが結構綺麗なベースメイクを作る肝になってきます。で、一般の方とプロの方のそのベースメイクの思考の差で言うと、一般の方はトラブルのあるすっぴんの肌をマイナスの状態だとするとね、それを8とか10とかまで肌色のファンデーションをガッと塗って持っていこうとする方が多いと思います。そういう思考の方が多いんじゃないかなというふうに思います。で、一方プロの思考で言うと、マイナスの状態からフラットなゼロの状態に持っていくっていうね思考でメイクをします。なのでここは結構大きな差がある気がしていて、一般の方の場合は結構その理想を高く持ちすぎてしまって厚塗り感が出てしまったりですとか絡まってしまっている方が多いのかなというふうに思います。対してプロの思考っていうのは、例えばいろんなトラブルのあるお肌がちょっと汚れた画用紙だとしたらね、ベタ塗りでベチャーって隠すのではなく、ちょっとずつ目立たないようにしてこうフラットな画用紙に見せていくっていうような考えかなというふうに思いますので、ぜひそこら辺のねコツについてもここからお話ししていきたいと思います。はい、ここからはですね、ベースメイクの各アイテムの役割だったりとか適量、塗り方、そしてうまくできているのかっていうのってどう確認すればいいのっていう確認方法まで皆さんにねお伝えしていきたいと思います。ベースメイクのこの工程の順番に沿って説明していきますね。で、まず一番初めは下地です。まず下地の役割ですね。下地の役割っていうのはざっくりお伝えすると3つあります。1つはファンデーションのノリを高めること、2つ目はお肌のコンディションを整えること、3つ目はお肌の色ムラを整えるということです。この3つの役割がざっくり言うと、下地の役割になります。で、下地って効果が分かりにくいなっていう風に思ってらっしゃる方が多いと思うんですけれども、役割としてはこのベースメイク各アイテムの中ではかなりねたくさんの役割を持ってるんですよね。個人的に大人初心者さんにおすすめな下地の選び方としては、丸2を重視する、肌のコンディションを整えてくれるような下地を選ぶことをまずはおすすめします。丸1のね、このファンデーションの密着やノリを高めてくれるっていうような、下地に関しては今ねほとんど優秀な人たちが多いので、そんなにこう頑張って考えなくってももうついてくるものかなというふうに思います。で、肌のコンディションを整えるっていうところで言うと、自分の肌質に合った下地を選んで、まあ、日中調子のいいお肌にしようよっていうような、そこの役割を重視してほしいということなので、乾燥肌の方は乾燥肌さん向けのちょっとしっとりとしたような下地であったりとか、脂性肌の方は脂性肌向けのものだったり、オイルブロックって書いてあるようなものを選んだ方がいいと思いますし、混合肌の方は、まあ、乾燥 と、皮脂テカリどっちの方が悩みが強いかっていう悩みが強い方で選んでもらってもいいし、混合肌用のね下地っていうのも結構あると思うので、自分のお肌のコンディションに合わせた下地選びでこうその状態をより良くしてくれるような下地っていうのをまず基準に選んでほしいです。はい、そしたらね下地の適量ね次は見せたいと思うんですけれども、これ今人差し指なんですけど、大きめのパール粒1粒分ぐらいが大体適量になるんですけれども、これって実際お顔の大きさだったりとか、まあその下地のテクスチャーだ
だったりとかにもよりますので、あくまでも基準として結構このパッケージの裏にね書いてあるものも多いので、そういうところを参考にしてもらえるといいかなと思います。セザンヌのこちらの UV トーンアップベースは結構ねどんな肌質の方にも合いやすいプチプラの下地だなというふうに思いますし、どんなファンデーションとも結構相性が良くてお肌にも優しい処方になっているので、こちらをね今回は使っていきますね。でピンクのカラーを使っていきます。で下地なんですけれども、日焼け止めだったら点点点点ってこう点在させて塗ってもらってもいいけれども、この手の甲に出したらこの第二関節ぐらいまで下地を取ってピーッと、ちょっとなんかスパチュラのヘラみたいな感じで下地をこんな風に塗ってあげて、指のこの腹を反らせるんじゃなくてちょっと包み込むような角度にして外側に向かってこうなじませていく、こんな感じにするとムラなく綺麗に塗ることができます。今回の適量っていうのは、紫外線カットに対する適量っていうよりかもうメイクが綺麗に仕上がる適量としてご紹介しています。額のとこもちょっとこんな感じでスパチュラのように広げてからこう包み込むような指の角度で伸ばしてあげると結構ねムラなく伸ばしやすいです。で結構この鼻とか口周りとかってファンデーションもそうなんですけど動きがこうねあるパーツですよね。ここら辺とかここら辺とかって動きが多いパーツの周りはカバーしたいとこが多いにせよちょっと薄付きにしてあげた方が夕方のヨレ感とかも気にならずにすごく綺麗な仕上がりになります。はい、こんな感じ。内側から外側って言ってもこのフェイスラインのところにはメイクをきれいに仕上げるって意味では、そこまで塗る必要はないかなというふうに思います。基本的にはこのお顔の中心ですね、ここのエリアに塗っていって外に向かってちょっとフェードアウトしていくような塗り方をしております。で下地がうまく塗れているかの確認なんですけれども、まずは目視で鏡を見て筋ムラがないかっていうのを確認してほしいんですよね。この段階でしっかり確認しておくことによって、上からファンデーションをのせた時に変にその下地の筋にはまって汚くよれちゃうっていうことをかなり防ぐことができます。であとはですね、目の下、口周り、小鼻横だったり眉周り、眉毛の部分にも、ちゃんと塗れているかっていうのを確認します。結構ですね、視聴者さんの企画とかで下地を塗るのを見せていただくとこういう小鼻の横だったりとか口周りのそのパーツの際っていうのかな、境目の部分っていうのが結構塗れてない方が多かったりもするので、そこ塗れてるかなっていうのを再度確認して、3つ目はですね、肌にぴったりと密着しているかっていうのをなんとなく確認してほしいんですよ。ここっていうのはちょっと曖昧な、伝え方になってしまうかもしれないんですけれども、下地が浮いてる状態っていうのは肌と下地がなんとなくねこう鏡で見た時に2層に見えるような状態ですね。で綺麗にピタッと密着して塗れている状態っていうのはお肌と下地がこれね一体化してるように見えますよね。こちらが下地が馴染んでいる状態ですね。こちらが下地が少し浮いて肌と下地2層に見えている状態、こんな感じをイメージしてもらえると分かりやすいかなと思います。もし密着してなかったらハンドプレスで馴染ませてあげたりとか、スポンジを使ってトントントンと慣らしてあげると綺麗に密着してくれます。こんな感じで下地が完成しましたので、次はファンデーション。はい、ファンデーションは私もねこれ大好きでずっと動画でね出してると思うんですけれども、高限度のアクアファンデーションを使っていきます。でファンデーションの効果としてはですね、さらに肌色を均一に見せることができるということと、あとはお肌の質感を演出できるというとこですね。下地も質感演出できるんだけれども、より表に出てくるのってファンデーションになってくるので、今回はファンデーションの方にこの効果っていうのを入れて解説してます。で、ファンデーションの適量なんですけれども、だいたいこのリキッドで言うとさっきの下地の大きめのパール粒一粒分の一回り小さめ、ちょっと小さめのパール粒っていうのを意識してもらえるとちょうどいいです。クッションファンデーションの適量とか塗り方っていうのは結構常々動画でも解説してると思うんですけれども、ギュッと取らずにポンポンポンと取った状態で塗っていくっていうのがクッションファンデであればコツになりますね。で塗り方に関してはさっきと同じで、ちょっと第二関節ぐらいまでこうね、こんな感じで滑らせて、こうスパチュラみたいな感じでまたファンデーションを取ります。でトントントーンと
こんな感じで目の下にこう塗り広げます。でこれを横に伸ばすのではなくてトントントンと密着させていくんですよね。でその時も下地と同じで指反らないでこんな感じで包み込んであげます。それはねどんなファンデーションを塗る時も同じです。こんな感じで目の下とかちょっとクマが気になるトラブルが気になるなーっていうところだけこんな感じでまた再度重ねてあげると厚ぼったくないけどしっかりと透明感のあるカバーされてるお肌っていうのがファンデーションで作ることができます。頬に塗ったら次は額の部分に塗る。広い範囲から塗って余ったものを狭い範囲に塗る方が量も調整しやすいし塗り残しなく綺麗に塗ることができます。ここね眉毛って結構ファンで入れ忘れちゃう方多いんですけど上から色をのせるっていう意味ではアイシャドウとかと変わらない工程が次に待ち構えておりますのでファンデを塗っておくことによって発色もね良くなるしメイク汚れもしにくくなります。で小鼻周りとかはヒュンヒュンヒュンっていう風になじませると結構毛穴になじんでなかったりするので力の入ってない指でちょん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 とこうなじませていくような感じにしてあげると結構ねこの毛穴の凹凸も目立ちにくくなります。で基本的にこの適量っていうのは本当にファンデーションの種類とか伸び具合とか質感によって変わってくるので自分の肌全体を軽めに覆えるぐらいっていうのを本当に適量と思ってもらっていいです。なので人によって、使ってるファンデーションによって適量が倍になる可能性もあるし3分の1ぐらいになる可能性もある。そのくらいプロダクトによってかなり差がありますのでそんなに気にしない。こんな感じでファンデーション塗りました。やっぱアクアファンデーションめちゃめちゃ綺麗よね。でうまくファンデーションが塗れているかの確認方法ね4つあります。まず1つ目はですね鏡で見てみて下地と同様筋ムラ塗りムラがないかっていうのを確認します。そして確認方法2つ目はお顔のこの外側フェイスラインをちょっと確認してみます。横サイドもこう綺麗にグラデーションしてフェードアウトしてねこうスーッと肌に馴染んでいるかなっていうのを確認してあげます。そして3つ目はファンデでカバーできるところが残ってないかなっていうところを確認してみてください。この後ねコンシーラーもうちょっとカバー力のあるアイテムでより気になるところをカバーしていくんですけれどもファンデだけで意外ともう一層チュンチュンチュンと重ねたらここのクマカバーできそうだなっていうところがあればこの段階でカバーしておいた方が厚塗り感なく綺麗にもちろん仕上がりやすいのでファンデ重ねただけで解決するとこないっていう風に確認してみてください。そして4つ目の確認はですね下地と同様肌にピタッと密着しているかっていうのを確認してください。でもし浮いてるなって思ったら下地同様ちょっとハンドプレスしたりとか優しくスポンジでトントントンと鳴らしてあげると結構お肌と一体化するのでお肌にピタッとファンデが一体化してるかなっていうのを見てみてください。こんな感じで、ベースメイク完成です。まあこれ一体化してる状態ですね。うん、元からお肌綺麗風になってきてると思います。はい、でそしたらですね次はコンシーラーです。コンシーラー、フェイスパウダーで全4つの工程になりますのでやっとねここで半分きたという感じです。でコンシーラーは今回使っていこうと思うのはこちらのコスメデコルテ使っていきます。結構ね人気なので持ってる方多いんじゃないかなというふうに思いますが私もねこれ滑らかで馴染みが良くて本当に大好きなコンシーラーでございます。でコンシーラーの役割っていうのは大きく2つあって1つ目はトラブルをしっかりカバーしてくれるっていうところですね。で2つ目はですね立体感を作ることができます。でカバー力が高いからこそやっぱりこうゴワッと浮いてしまったりとかなかなかこう馴染みにくかったり粉体が多く含まれていてどうしてもベースメイクの中でも難しいっていう風に思っていらっしゃる方がね多いかなという風に思いますのでやっぱりこの適量だったり塗り方っていうのが特に大事になってくる、アイテムではあるんですよね。そこでですね適量塗り方説明していきます。まあ、適量とか塗り方に関してはどこをどうカバーしたいかによって、変わってくるのでちょっとまるっとまとめて説明していきますが大きく分けて目の下のクマのカバー方法とあとはシミだったりとか、ニキビだったりとかそういうちょっとドカンとね大きめのトラブルで、カバーしたいなって思う部分に対してどう使ったらいいかっていうところを説明していきます。まずはですね目の下のカバーについてなんですけれども目の下は結構ね皮膚がとにかく薄くって毛穴が少なくって乾燥している部分なんですよ。だからこそ目の下
ましたっていうのはよく言う補色を使ってコンシーラーの量を減らして綺麗に見せましょうっていう風に言われるパーツになります。なので青っぽい緑っぽいようなクマの方っていうのはこのような、オレンジカラーがすごく合いますし、オレンジだとちょっと濃すぎて沈んじゃうっていう方はあのピンク寄りのねカラーとかサーモンピンクのカラーとかでもいいかと思いますが、こんな感じでトラブルに対して補ってくれる色っていうのを重ねることによって薄付きにトラブルをカバーして綺麗に見せていきます。なのでこのコスメデコルテの、パレットでいうとこちらのオレンジのカラーですねを使っていきます。でコスメデコルテはこんな感じで結構ね優秀なブラシがついているのでちょんちょんと取ってで塗っていきますが、これ指でも大丈夫です。取ったものは必ず1回手の甲にトンと、これは指で取った時も同じです、トンと置いてから塗ることによってガツンとやっぱりコンシーラーって固まってしまうとそこからこう引き伸ばしていくのすごく難しいアイテムではあるので、こうなだらかにならすようにして塗ってで馴染ませていきます。ブラシを使った後私は必ずこの指でちょんちょんちょんと鳴らすことがおすすめです。いくらね優秀なブラシでも力加減がうまくいってないとちょっとね筋になっちゃったりどうしてもすることがあります。なので指の腹でトントントンとこう最後馴染ませてあげるとより確実に綺麗に仕上げることができます。で補色のカラーでこの目の下の色を補うと結構ねどんより感っていうのが減ってきます。その上にちょっと明るめの肌色ですね、ファンデーションと同じくらいの色もしくは少し明るめのカラーをチョイスしてあげるといいです。今回私はこちらのカラーが少し自分の肌より明るめか同じくらいなのでこちらをさっきよりもちょっと少なめの量です。さっきちょんちょんと2回スライドさせて取ったとしたらちょんくらい取ります。そうしましたらクマのこの境目の U の字ありますよね、 U の字の始まり U の書き始めここら辺に明るい色をのせます。で U の境目をまず目頭側置いたところぼかしますね、こんな感じで。で最後余ったものを U の外側そしてクマの中に向かってなじませます。こんな感じでカバーしてあげると綺麗にこちらねカバーされているかと思います。なので目の下はねとにかく薄めに必要な色を必要な量必要な場所に塗るっていうのがすっごく大事な部分になるんですよね。でそしてですねシミだったりとかニキビだったりっていうところに関しては基本的にはこう明るめのコンシーラーっていうよりかもちょっとだけ肌トーンより暗めのものの方が綺麗にカバーしやすいですね。明るいとどうしてもちょっとグレーっぽくねコンシーラーの下から浮いてきてしまうことがあるので少し落ち着いたカラーもしくはあんま沈みすぎるのが嫌な方は明るめよりもまあ自分のファンデーションと同じぐらいのコンシーラー最低でも選んでいただいて、まあ、ブラシでも手でも大丈夫ですが、じゃあこちらに関してはちょっと指塗りで解説していきましょうかね。まずは中指でちょんちょんちょんと人差し指でもいいけど人差し指の方が使い慣れてる人が多くて結構力が入りやすい人が多いので力が入りやすい指のちょっと隣の指ぐらいを使ってあげるとソフトなタッチでつけることができるからそんな感じで塗ってあげるとね間違いないです。私さこういう日に限ってニキビとか消えてるんだよね、普段あるのに。説明するとポンとじゃあカバーしたいところに置きます。その周りをまずはぼかすんですよ。周りをぼかして最後に真ん中のトンと乗せたところをふわふわふわっと本当温泉卵潰さないぞっていうぐらいの力加減でなじませてあげる。もしこれで足りなかったらもう一回取って同じことをしてあげるとかなり綺麗にカバーできます。結構ねトラブルの真ん中からドドドンとなじませちゃう方がすごく多いので周りをなじませて最後内側をトン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 とふわふわふわとなじませてあげる。このやり方だとねかなり綺麗にカバーされやすいです。で、コンシーラーがじゃあうまくできてるかってどういう風に確認したらいいかの確認方法になるんですけれども、一つ目はここまでと同じこうムラができてないかっていうのをまず鏡で確認してみてください。そして二つ目ゴワついてないか密着しているかをチェックしてみてください。こうゴワゴワゴワと浮いてきている場合はちょっと指の温度でなじませてあげるのがおすすめです。三つ目は、補色カラーが浮いてないかの
確認です。初期からですごく便利なんだけど、パワーが強い分赤身っぽく浮いて見えちゃうっていうパターンもあるんですよね。そうなってしまった場合はちょっと軽く押さえたりスポンジでポンポンポンと鳴らした後に、使っていたリキッドファンデーション、これを上から薄くチュン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 って重ねてあげると、この補色のカラーが浮いている方っていうのは綺麗になじませることができると思うので、こんな感じで最後整えてあげてください。でもコンシーラーはね、かなり使いこなせるようになると本当に便利なアイテムなので、今の工程見ながらちょっとトライしてみていただきたいです。そしたらね、最後パウダーになります。はい、そしたらですね、一番最後はフェイスパウダーを使っていきます。フェイスパウダーもファンデーションと同じ、高原度を使っていきたいと思います。やっぱりね、ベースメイク私結構高原度推しなのでこちらのアイテムを使っていきたいと思いますが、まずはフェイスパウダー、いわゆるお粉の効果ですね。一つ目は作ったベースメイクをフィットさせるっていうこと、そして二つ目は質感を整えてくれるということ、三つ目は、メイクの持ちを良くしてくれるというところですね。色に関してなんですけれども、色にこだわりがないか方はこんな感じの、白い粉ですね、馴染ませるとクリアになるようなタイプの粉がおすすめです。結構肌色、いわゆるベージュの色がついたような粉っていうのは扱いが結構難しかったりするし、下でも肌色のファンデーションを塗ったりコンシーラーを塗ってるのに、パウダーまで肌色だとよれた時のこう筋感っていうのかな、が結構激しく見えてしまったりします。ちなみに初心者さんとか自信がない方におすすめなのは、プレスタイプよりも、パウダーのルースのタイプになります。こんな感じでギュッと押されてない粉状のものが、すごく塗りやすくて綺麗に仕上がりやすいのでおすすめです。でこんな感じで適量をちょっと見せていくと、これをこんな感じで逆さにする、こうふっとやってあげると十分結構パフにパウダーがついてくれますので、一回こうして戻して一回分という感じです。ネットの場合は逆さにしちゃうとすごいバフバフについちゃったりするので、ふわふわふわと表面にこう薄くつくぐらいですね、取ってあげてください。そしてこのまま塗ってもいいんですけれども、そうするとこのさ、プチプチの点々点々点っていうのの跡をピタッとつけて、それをこう一生懸命なじませる作業になっちゃって、結局下のファンデーションを剥がしてしまうことになるので、おすすめはちょっとここ多めに出してふわふわっとこうなじませます。粉をなじませていくとこの点々点の跡っていうのがなくなります。ネット上の場合は点々点の跡はないんだけど、固まってついててここついてないエリアって分かれちゃいやすいと思うので、しっかりこう全体になじませていくことがうまくいくコツです。でそしてですね、テカリやすいところからのせていきます。まあ鼻とか、あとはこうよれが気になるようなこう目の下だったり、ここは人によってね、全然どこから塗り始めるっていうのが違くって大丈夫なんですけれども、ふわふわふわっと乗せていく。で力加減ここめちゃめちゃ重要で、ギュッと押しつぶすように塗ってしまうとファンデーションをパフで剥がしていってしまうっていうことになるので、そうするとせっかくここまで綺麗に作ったベースメイクっていうのが剥がれちゃって、最後のパウダーで、でいくら塗ってもベトベトの状態でサラサラにならないっていう方が多いと思うんですよね。そういう声結構ねよく聞くので、力が強すぎてファンデーションを剥がしてしまっている状態っていうのは、いわゆるこうギュッとしてこんな感じで強い力でやってしまうと、こっちに結構こう肌色がすごく映ってしまっていて、でファンデーションもこういう四角くつけてたんだけど、ここら辺は残ってるけど、ここら辺は剥げて、ここら辺はパウダーの跡がついてっていうような状態 で仕上げの段階でね、結構残念な感じになっちゃってますよね。力強いとこんな風になっちゃいます。ファッファって肌の表面が何も動いてないような状態っていうのがベストです。これよりも強くはたかないとつかないっていう方は、それは勘違いだと思う。なのでふわふわって優しくつけて、ちょっと必要だなって思う方はもう一回取って薄く重ねていく、ここがかなりポイントになります。こんな感じで優しくつけてあげると透明感あるでしょう。このまあ粉が優秀なのもあるけれども、いい感じに仕上がってます。あとブラシとパフどっちでつけたらいいかっていう方も多いと思うんですけど、基本的にはパフがおすすめかな。で下のベースメイクを崩さない力加減っていうのに慣れてきた方はブラシに行っても大丈夫です。ブラシの方がよりファンデを剥がしちゃいやすくもあるので、基本的にパフの方がしっかりつくから、テカリを抑えたい方だったりとか、しっかりパウダーをつけたい方におすすめで、ブラシの方がより磨き上げたライトな、仕上がりにはなるので、より粉感なく綺麗に仕上げたいっていう方は、ふんわりとした柔らかいフェイスブラシで塗ってあげるのもありです。そして一番最後ですね、この
パウダーのうまく塗れてるかの確認方法になるんですけど、まずは肌に触れた時にサラッとしているかっていうのを確認してください。手のひらとか指のひらで確認してもいいんだけど、できれば手の甲の部分でこんな感じで触れてあげた方がペタッとしてるかサラッとしてるかって結構ね感じ取りやすいんですよ。で、サラッとしていればもうこれは適用で粉でしっかりとフィットしている状態になります。そして2つ目は目視でゴワついてないかっていうのを確認してみてください。ゴワついてたらちょっとねつけすぎかもしれないので、次から量を減らしてもらったりとか、上からね手のひらでこうやって押さえてあげると意外とゴワつき馴染んだりするので、そんな感じで綺麗に仕上げてみてください。で、3つ目はですね、パーツの際とか特によく濡れてるかっていうのをチェックしてみてください。際ってやっぱり崩れやすい部分でもあるし、パウダーっていうのは崩れないようにキープしてくれる役割があるので、そこの部分でしっかり塗り残しがないかっていうのを確認してみてください。はい、ということでこんな感じで作ってみたベースメイクの完成です。ナチュラルで元からお肌が綺麗なように見せるっていうような目的ね、達成できてるかと思います。はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。本日のセイリクエッションはこちら。皆さんが最近気に入っているベースメイクアイテムとか、これを使うようになってからすごくベースメイク綺麗にうまくできるようになったっていうようなアイテムとかがねあれば、よろしければコメント欄でたくさん教えてください。ということで本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。この動画ね少しでも参考になった、メイクモチベ上がったよっていう方はぜひこちらにある丸いチャンネル登録ボタンをポチッと押して私にお知らせしてもらえるととっても嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。